香港国家安全法、海外在住者に牙を向く数十人を指名手配。本日までに中国国営の中央テレビなどが香港の国家安全法に違反したとして、海外在住の30人を指名手配したと報道しました。こちら、イギリスに亡命した香港の元議員や活動家が含まれておりますが、この国家安全法、 海外にも適用可能だと問題されておりましたが、実際にこの法律が悪用され、海外で中国政府、中国共産党の侵略行為に対抗している多くの方々が指名手配されてしまいました。まあ、ただ実際にはこういった指名手配に基づく身柄拘束に応じる国はほとんどないものと思われますが、 中国政府、中国共産党がこういった指名手配された方々を拉致する可能性もございますので、こういった指名手配された方が滞在している国の政府には、警備体制を強化していただき、このような中国政府、中国共産党による恫喝に徹底的に対抗していただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。